田中康夫 YouTube 公式チャンネル、だから言わんこっちゃない、ボリューム499。1979年から今年は40年目、下一桁が9の年は西洋も東洋も激変の1年なのだと題してお届けをばいたします。昨日金曜日にですね、モーニングクロスでもこの話題をお届けをいたしました。まあ、40年だからっていうけど、40というのはですね、皆さんご存知のようにリヒャルト・フォン・ワイツゼッカー、幾度かお話をしていますが、まだ西ドイツであった頃のですね、大統領がアレノの40年という演説を議会で行いました。でそれは何だったかというと、いわゆる、まあ、日本もイタリアもドイツもですね、敗戦国となり敵国条項というのが国際連合の中で適合されて、今なおそうなわけですが、その敗戦からちょうど40年の時に議会で彼は演説をしたんですね。まあ、最近はですね、何か杉原千畝氏のようなですね、ユダヤ人の人にも日本の外務省というのはまあ全くとんでも八分でございまして、外務省がユダヤ人にはビザを出すなと言ったのに対して、この杉原千畝氏はそんなことは何の理由もないと、そういう訓令の電報が来たのにビザを出し続けたという立派な人物にもかかわらず、例えばこの杉原千畝氏をですね、日本は前回もお話をしましたが、外務事務次官にしていたならば、イスラエルであったりユダヤ、あるいはこれはですね、イスラム圏の人々だってやはり人道ということを重んずる人間が、あの人間魚雷をやったりしたような国の外務次官になったということは、これは大変なソフトパワーになったはずなのに、彼をクビにするわけですね。日本は当時60かどうか分かんないけど、60まで解雇も倒産もないという公務員の世界において、人道的なことを行った人物はけしからんと言ったと。で、翻って敗戦から40年目にリハルト・ボン・ワイツ・ゼッカーは、私たちは40年経つとものを忘れちゃう。それは何かっていうと、ご存知のように1世代ワンディケードってのは10年です。10年が4つ重なると、その40年前の頃のことを知っていた、あるいはそのことを直接聞いたという人々も少なくなっちゃう。だから私たちは今この議会で、私たちドイツは別にワイマール憲法があったから素晴らしかったわけでもなくて、ワイマール憲法があるような社会で晩期公論に決するみたいなことを言っていた国だったからこそ、逆にアドルフ・ヒトラーのようなものが出てくるわけですけども、そしてそれにみんなが狂喜乱舞をして、そしてそこの中でユダヤ人だけではないマイノリティであると、今でいうところの LGBT の人々、こうした人々も含めてですね、極めて非人道的なことをしたと、そういうあれの40年の中で、私たちはそれを思い起こしながら今のドイツになってきた。まだ統一ドイツにはなってない頃ですけどね。だから40というのは大事なんだと。日本ですとですね、創立10周年とか創立25周年とか創立50周年とか創立100周年とかですね、明治維新150年とか、こういうのが切りが良いと思われてるけど、実は40であると。で、この問題はですね、こちらであります。クリスチャン・カリルという人、全ては1979年から始まった。まあ、彼はニューズウィークの東京支局長もやっていたことがあるんですけども、彼はどういうことを述べてるかというとですね、番組でも申し上げましたけども、いわゆる宗教原理主義というものが出てきたのが、著しく出てきたのが79年だ、あるいは市場原理主義というような、今のこの経済の状況が出てきたのも79年だと思います。こちらをご覧いただきましょう。1979年というのは、この1月1日にですね、アメリカと中国が国交を樹立をいたしました。で、同時にこの中で中国のですね、鄧小平という人、幾度となく失脚してもう終わりだと言われたのに、不死鳥のように本当、生き返ってきたという人で、この人がまさに市場経済というものを実現していこうということを、まあ、78年くらいから言い出すと。そしてこの79年には本格的に改革開放ということを言ったんですね。番組でも申し上げましたが、なんか今はですね、
みんなあのとりわけ右の方々が改革改革とか、あるいは中国大嫌いとか言ってるような人に限って改革改革と選挙でもおっしゃっておりますけれども、実は改革が出てきたのは鄧小平からなんでございますね。この2月、それまでのですね、イランという国のですね、パーレビ国王がですね、もう亡命を、亡命というかもう逃げていっちゃって。そしてその中で、ホメイニ氏がですね、イランイスラム共和国というのを建設する。まさにその宗教原理主義の国家ができてくる。ですからまあ逆に言えばこれ、あのイラン航空ってのは日本にも入ってましたけども、オールエコノミーだったんですね。ファーストとかビジネスなんてのはけしからんと。資本主義だということになったわけです。で、一番大きなのはですね、この5月にマーガレット・サッチャーがイギリスの首相に就任をしました。まあそれまでのイギリスはもう、まあ今もイギリスブレグジットで揉めております。ですからこの79年から40年の時にまた同じようなことが起きてくるんですね。でもまあサッチャーとは違うテリーザ・メイというのは果たしてどうするのかと、もうさすがにみんなもですね、国民投票をもう一回やり直そうと、あるいは EU から抜けなくていいよという世論になってきてる。リーダーというのは良い意味で君子豹変をする必要があります。リーダーが早いことを言ってもですね、みんなが気づかないこともあります。しかしテリーザ・メイ女子自体も EU に残ろうと言っていた人が今や EU からやめようという方に行ってしまってるというのは袋構図ですね。で、このサッチャーが出たことによって、その後ですね、ドナルド・レーガン、あるいはこの年ではありませんが、それ以降ですね、80年代に入ってドナルド・レーガン、あれは中曽根康弘氏という形でですね、市場経済、中曽根民活といって、汐留のあの辺りのですね、国鉄の操車場だったところも全部土地を売ると、あるいはまあ JR という会社にしていくみたいな形で、それともう一個、6月ですね、これはヨハネ・パウロ2世、まあ保守的であった、ヨハネ・パウロ2世はもともとポーランド出身ですが、この人がポーランドに行く。で、これはアメリカの CIA とも極めて結びついていたわけですが、このことによって社会主義圏の崩壊というのが起きてきました。同時にこれは12月にはですね、ソ連がアフガニスタンに侵攻します。実はソビエトはこの後アフガニスタンで泥沼のような戦いを10年間やって、ソビエトも疲弊をしていくし、そしてこの10年後というのにですね、ベルリンの壁の崩壊という形で冷戦の停止という終結というのがあります。で、この中でじゃあ日本どうだったかというと、6月には元号法というのを制定をいたしました。まだこの時は昭和なわけなんですけどね。同時にですね、今のような IT というような形、になってくる中で、12月に日本電信電話公社 NTT になる前ですね、日本電信電話公社が自動車電話を東京都内の中心部で始めるという形になります。まあ他方でですね、11月にはサウジアラビアのメッカでモスクを占拠するという、まさにその非常にイスラム原理主義のような人たちが出てきたのに対して、サウジアラビアの、まあ今も揉めてますが、サウジアラビアはなすすべがなかったという中で、あるいはそうした中でアメリカの CIA とかがお金を渡していたビン・ラーディンであったり、こういう本来、経済の中枢の方にいたような人たちがテロという方向に行くわけですね。3月にはあのアメリカでスリーマイル島の原子力発電所の事故というのがありました。まあその日本ほどではないと皆さん思ってるけれども、逆に言えばこれはチェルノブイリに先駆けてのものでありですね、そしてそこの環境の変化というようなもの、あるいは動物の生態系の変化ということもあったわけですね。10月にもう一つ入れましたのは、これは、パククネのお父さんであった人、高木正夫という創始改名で日本の名前を付けられてた人が大韓民国の大統領だったわけですが、この人が暗殺されるというような事件があります。この人を暗殺した人物も確か金本という日本名の通名を持っていたというような人たちです。まあ毎年いろんなことあるよというかもだけど、79年とは大変に大きな変化が起きてるんですね。で、これは21世紀、我々が今生きている21世紀をですねの流れを作ってきたのがこの年じゃないかと言われています。
まあ、これに対してちょっと日本はですね、この時にエズラ・ボーゲルのジャパンズナンバーワンという本が出て、日本は一番だってね、まさにザ・ハウス・オブ・野村みたいなもんでございましてね、野村証券、まあ、日本の経済すごいぞ、ギャーギャーっていう、そういうちょっと、褒めてもらったのでお調子に乗っちゃったという年でもあったんですね。ですからこの一番下に書いてある社会主義圏の崩壊、資本主義がグローバル化していく、あるいはイスラム原理主義の過激化というような方画がですね、この年にあったということです。まあ、そうしたことを、まあ、柔らかい本なんですけど、この中にこう書いてありましてですね、で、まあ、彼はだからそのマーガレット・サッチャーとショッペットですね、それからルーホラー・ホメイニー氏とですね、それからヨハネ・パウロ2世と、この人たちはですね、まさに4人の今までの時代を変えてった、まあ、あえて言うと反逆者だったと書いてあります。ちなみに1979年の10年後はどうだったかというと、1月に元号が平成になったわけでございます。まさに10年前に元号法というのを制定されたんですね。そして10年前にアフガニスタンに侵攻したソビエトがですね、アフガニスタンから撤退をして、もちろんこういう中でですね、ロシア人というよりもチェチェン人であったりですね、グルジア人であったりですね、あるいはその他の当時のソビエトであった今のまあ中央アジアのこういったところから傭兵じゃなくて、まあ突破者みたいに言ったような人たちがその後テロリストになっていってるというのは、まあイスラム教徒であったということか。中国はですね、解放改革、改革解放というのを10年前に言ったのですが、そのことによって市場経済に入っていく、国家資本主義になっていくという中においてですね、歪みが生まれ、若い人たちが天安門事件を起こす。そして天安門事件というものをソフトランディングさせようとした動きに対して、トウ・ショウピンたちはですね、それはいかんと言って、非常に戦車がですね、天安門広場に入ってくるという形になった。これでまあ中国はちょっと停滞をするわけですね。ベルリンの壁が崩壊をします。そしてマルタでですね、これは冷戦の終結という形、ミハイル・ゴルバチョフとですね、アメリカ側がですね話をすると、ジョージ・W・ブッシュが話をして冷戦の終結となります。ではその10年後、1999年、すなわち79年から20年後はどんなことが起きたかというとですね、決済通貨として、まあ、ユーロが紙幣として出るのはもう少し後ですが、決済通貨のユーロ、まあ、仮想通貨みたいなものなんですけどね、ユーロが導入をされます。まあ、ちなみにちょうどこれは20年前になんですが、ルノーが日産と資本提携をすると、ルノーがあって日産が子会社で、三菱自動車が孫会社でも、今回は日産と三菱自動車は同格に扱われるようになったので、先日お話が少し足りなかったかもしれませんけど、三菱自動車も日産、ルノーの子会社になったということです。あれで大喜びしてる人たちは何かというと、3つの会社から1人ずつ CEO が出て、そしてその上にいるのがフランス人のジャン・ドミニク・スナール氏が議長ということでありますから、日産の会長は空席だけれども、日産の取締役会議長は元経団連会長の、東レのですね、榊原貞則さん、貞幸さんになるからラッキーなんて言ってますけども、結果としては全部ルノーが牛耳るという形、というかドミニク・スナール氏が牛耳るという形になってきているわけなんですね。そしてですね、9月 JOC の臨界事故というのがあって、初めて原発問題で犠牲者が出た、2名出たということであります。それも3マイルから20年後であります。12月にはマカオが返還されています。まあ、この2年前かな、3年前に香港も返還される、すなわち中国という国はポルトガル語やポルトガルやですね、イギリスが植民地化していた場所というのを全部もらったということです。日本は翻っていまだに北方領土の問題は片付いていない、どころかデッドロックに乗り上げているというか、もう無理だと、拉致問題同様にということなのに、日本の人たちはなんだかなと思っているということです。その10年後、2009年、まあ国内的にはですね、民主党連立政権というのができたんでございますけれども、世界的に見るとさほどなかった年なんですが、なんとこの年にアイスランドで
女性のレズビアンの方が初めて首相になります。これは世界初の LGBT をですね公言をしている、まあ今で言うと LGBTQ ですね。ヤッシーみたいな人は Q でございますから、芸術家も Q でございますから、これがなっている。さて今年2019年79年から40年目です。どういうことが起きるかというと、4月には金城天皇の退位があり、新天皇が即位を5月にすると。しかしながら、まあ1月にですね、中国は建国70周年、中国も実は旧のつく年というのが非常に大きな年なんですね。で中国はですね、台湾同胞に次ぐ書というのを、実はこの鄧小平が改革開放を言った時に何を書いたかと、これちょうど2ヶ月前のですね、友国砲弾で詳しく浅田さんと私が話をしてますのでご覧になってみてください。その台湾は中国の我々の同じ家族であるってことを書いたのが台湾同胞に次ぐ書ってやつで、40年経ってみんな忘れてんじゃねえのってことで、この1月にですね、習近平氏は台湾同胞に次ぐ書をもう一回40周年記念式典というのを開いて、このことを台湾もよく自覚せいと、自覚しないと大変なことになるぞみたいなことが書いたんですね。ということでですね、今年はまあ先日なんか JOC の会長がお辞めになる、 JOC の会長辞めるけど名誉会長になんじゃねえかとか、本当かよどういうことよとか、あるいは極論すると彼に問題はそれは、トップ責任あるだろうけど彼だけでいいのかよとか、いろんな海を出さなきゃいけないということが起きてきていると。その経済というものに関してもですね、あるいはまあ拉致問題もですね、あるいは北方領土も答えを出さなきゃいけないのに答えがちっとも出なくて、やるやる詐欺のような具合になっていると、経済も同様なんじゃなかろうかという形の中でですね、行き詰まりを見せているということです。でただここで大事なことはですね、ここに書いたように社会主義圏の崩壊、資本主義のグローバル化、イスラム原理主義の過激化で、この中でですね何があったかと、まあ2013年に以前にお見せしましたエヴァンジェリー・ガウディウム、すなわちヨハネ・パウロ2世はアメリカと組んでですね、共産圏というものを自分の出身地であるポーランドも含めて崩壊へと持っていくと。しかしその後に生まれたことは何だったんだろうかと。一極になると呼ばれていたけれども、イデオロギーがなくなった後にまさにグリード、横島であったりですね、アロガント、威張り散らしたりですね、イントレラント、こらえ性のないというような社会になっていった。まさにカジノ社会主義、資本経済のような具合になっていっちゃった。でこれに対して公益資本主義というようなことをですね述べる時代になってきている。教皇フランシスコはエヴァンジェリー・ガウディウム福音の喜びの中で、多くの人々は貢献すべき仕事を得られず、挑戦すべき機会も与えられず、その状態から抜け出ることさえかなわぬ中で排除され阻害され、人間もその存在自体使用後には即廃棄に至る消費財とみなされている、かくなる使い捨て文化を我々は生み出し、しかも急速に蔓延しているということになる。すなわちまあヤッシーが県民益というように言ったと。権益というと既得権益になっていっちゃうと。国益というのも間に国家公務員益であったり国会議員後援会益であったりではなくて、それは富国強兵や殖産興業になっちゃう。国民益という一人一人、まあ市民という言葉はイデオロギックだっていうおっしゃる方がいますけど、国民益、それが富国強裕民であり形成済民ということなんじゃないのか。でこの二項対立を超えた発想というのは当然宇沢博文さんが述べていたように、社会的共通資本、こうした自然環境、社会基盤、制度資本、こうしたものは誰か特定の所有物であったり、誰か特定の従事者のものだったり、誰か特定の管理者のものだったりするんじゃないと。これは上下左右、右左、東西、北南関係なくですね、肩書き、収入関係なく、誰もが共有してこれらはですね基本的に分かち合えるものであるということなんですね。
で、まあ、そういう形の中でこの全ては1979年から始まった、なかなか簡単に読める本なので、21世紀を方向づけた反逆者たちというのが先ほど述べたマーガレット・サッチャーであったりですね、ヨハネ・パウロ2世であったりですね、あるいはトウ小平であったり、あるいはですね、ホメイニ師であったり、そしてもう一個こちらはですね、あのテッドで以前にもご紹介しました、英語でなかなか、でも下の字幕もついてますからご覧になるとよろしいかと思いますけども、このイワン・クラステフ、この人はですねブルガリアの人です。ブルガリアというとブルガリアヨーグルトっていう感じのイメージでございますけどもね、アフターヨーロッパっていう本、これなかなか素晴らしい本で、つまりその後どうなってきたか、イデオロギーがなくなったといったらポピュリズムが出てきてしまった、そのポピュリズムという業界にどう向き合うか、だけど我々はだからといって民主主義というものをより良くしなきゃいけないで、民主主義ダメだと言ってたのでは全く以前のドイツと同じではなかろうか。で、なんでその難民危機というものがあり、そして同時に今までの能力的なエリートと呼ばれる人たち、その人たちがノブレス・オブリージュというものを行わなくなったことによってエリート撲滅というような動きになってきている、これは日本でも政治的にも起きてきていることですね。このあたりを非常に語っている本であります。ということでですね、本日は1979年から今年は40年目、下一桁が旧の年は西洋も東洋も激変の1年なのだと、1年なのだ、そして40年というのは人々が過去を忘れてしまう時であるから、このように振り返ることが必要だよというお話をいたしました。